ヒーローは誰ですか？ある選手を尊敬してたんですけど、はいはいはい、まあ、その選手が、はい、あの当時シカゴブルーズがスリーピートした時のデニス・ロッドマン、はい、僕がストリートでプレーする時に、はいはいはい、まあ、ニックネームをつけてもらったのが、はい、まあ、僕デニス・ロッドマンが好きで、なるほど、はいはい、ワームっていう名前をニックネームつけてもらったので、まあ、デニス・ロッドマン選手のニックネームがワームっていうことで、はいはい、一番の成功体験でその成功からどう変わっていったかっていうのもし何かあれば、3、4年前ぐらいに、はい、まあ、ニューヨークで行われたストリートボールゲームで、はい、フルコート21っていうのがあるんですね、はいはいはい、まあ、簡単に言っちゃうと自分以外全員敵みたいな、でコートに7人ぐらいいて、はいはいはい、ボールを取った瞬間に逆サイドのコートに攻めに行って、はい、それを全員が守るみたいなやつで、はい、もう本当自分以外全員敵っていう斬新なスポーツだったんですけど、はいはい、日本予選を勝ち抜いて世界大会で優勝することができたんで、はい、なるほど、なおかつそのフィルコート21の初代世界大会の王者になれたんで、なるほど、これはすごい思い出ですね。で特にニューヨークなんてストリートボールの本場で、はい、場所もハーレムでかなり治安も悪くて、そうですね、ゴリゴリな感じだったんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、英語で汚いヤジとかも言われながらも、はいはい、こう勝ち抜けたっていう経験が今でも生きてて、はい、それは今、まあ、僕プロでやってますけど、はい、そのストリートの経験っていうのがすごいこうプロでも生きてて、うんうんうん、まあ、ストリートマインドを忘れないように、はい、いつもこう準備してやってます、ね、はい、ありがとうございます、はい、試合前に集中力を高めるために、何をしてますか？試合前は、はい、まあ、基本的にまあそんな僕ルーティーンはないんですけど、はい、まあ、さっき言った好きな音楽を聴きながら、はい、まあ、結構あの遠征中とかだと部屋にスピーカー持ってって、はい、結構爆音で流しながら髪セットしたりとか、はい、あの綺麗に身だしなみ整えたりとかをして集中力高めて、はい、でまあもう会場に着いたらもう本当にリラックスそこでしながら試合を待つって感じなんで、まあ、結構自然体意識してますね、うんうん、もう試合っていうイメージしないで、はい、まあ、本当にリラックスして試合が来た時に 100% 出せるようにやってます、はい、まあ、それこそやっぱスニーカー集めることですね。なるほど、これはやみつきでどんな時でもスニーカー集めてますし、スニーカー情報サイトはチェックして、はい、はい、まあ、それこそアメリカのサイトも見てますし、はいはい、四六時中スニーカーのことを考えちゃう、はい、ちなみに何足ぐらい今レギュラーでは？今もう400超えてますね置く場所に困りますね、もうそろそろ。もうそうですね、なんでもう家以外に倉庫も借りてて、はい、なるほど、そこに保管したりとかしてるんですけど、なかなか追いつかないですよね、うん、もうちょこちょこ履き回したぐらいですね。加水分解も怖いですから。そうなんですよ、はい、靴の管理もそうですし、はいはいはい、そこがちょっと怖いので、なるほど、ちょこちょこ履いていかないとなと思って。小学校の時に、はい、姉ちゃんに買ってもらった初めてナイキ履いた、ナイキって認識して履けたスニーカーがダンクだったんですよ。ダンクハイだったんですよ。はい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 。それでいくとダンクは今全然持ってないんですけど、当時ピンピンのダンク履いて、はい、あの学校にこうやってランドセルしてランドセルでダンク、ぜひね、オージーブライトネスのアイテム使って、はい、セルフクルーインもしっかりやっていきたいと思うので、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。